なぜ未来の松山が過ごしやすい街なのか、その理由を探しに来た未来少女たち。さあ、松山のいいところを見つけよう。大好き松山、音楽シーンを解き明かせ。ここ松山市は明治22年12月15日に全国で39番目、愛媛県では初めて市として誕生しました。現在では人口51万都市として成長し、発展を遂げてきた松山市。その奇跡とは。現存12天守のうちの一つで、日本100名城にも選ばれた町のシンボル松山城。現在は天守入場者が年間およそ50万人の観光名所に。当時は鉄骨のアーチが目印だった市街の中心地大街道、商店街、国、大学、市の連携によりリニューアルされた483メートルの商店街。今週の大好き松山は、市制施行130周年、御骨神。古きを温めて新しきを知る。これ、わかりますか？もちろん、松山外環状道路、2017年9月に空港線の側道が開通。松山インターチェンジから松山空港まで35分かかっていた所要時間が14分に短縮されたんですよね。その通り。ここからは過去10年の取り組みを振り返ります。官と民が連携して取り組んだ花園町通りの整備。2017年9月に歩いて暮らせる町松山の新たなシンボルロードとしてリニューアル。花園町通りでおよそ50年商売をしてきた安井さんは、これが花園町かっていうぐらいの感覚ですね。少なくてもあのリニューアルする前の花園町では、あの賑わいなんかってのはありえない状態でした。花園町がこれぐらい人を呼べるっていうその魅力、それを再認識しましたよね。2017年10月、市民と共同の街づくりを進める笑顔の松山わが町工房からの提案で、松山市総合コミュニティセンター子ども館に開設したトイトイトイ。すごく過ごしやすいところですし、スタッフさんも皆さん親切ですし、こちらに来させてもらって同じくらいの子育てのお母さんとも知り合えたので、すごく良かったなと思ってます。飛鳥時代の建築様式を取り入れた湯屋飛鳥の湯、新たな道後温泉のシンボルとして2017年12月にグランドオープン。まさに激動の松山市、市民の皆さんと一緒に取り組んだことが多く花開きました。まだまだ他にも様々なことが。松山や、松山や、100年先を見据え、今年保存修理工事が始まった道後温泉本館。まさに御骨神。松山の宝は次の世代に受け継がれていきます。